フォックススポーツの野球解説者で殿堂入り投手でもあるジョン・スモルツ氏が MLB のベストチームについて聞かれ現在83勝55敗とトップの成績で勝率6割を唯一超えている大谷翔平のドジャースを挙げなかった。フォックススポーツ、電子版が3日、日本時間4日に報じている。スモルツ氏が推すのはフィリーズ、多くの人が注目しているでしょうし、 私もそう思う。フィリーズは全体として優勝できるロースターを持っている。ドジャースも同様ですが、先発ローテーションの問題を解決しなければならない。それを解決できず、健康状態を取り戻さなければ、ドジャースは他チームと同じくらい脆弱、脆弱、ですと解説している。バルナレーブル、脆弱、という言葉を使ったが、弱点があり、危険にさらされている。 という意味だ。そんなスモルツ氏が、スニーキーピック、隠れた選択肢、として別に挙げるのは、菊池雄星の入団したアストロズ。あまり注目されていないが、実際には頂点に立つ可能性があるという。アストロズは10月に最も成功するチームかもしれない。というのは先発ローテーションがすごくいいし、怪我をした選手も次々に戻ってくるからだ。 現時点では誰も彼らを最強チームと呼ばないし、2ヶ月前、1ヶ月前には考えられなかったけど、隠れた選択肢になるかもしれないと予測している。